ワニとラクダ始めました。なんじゃこりゃ。クジラとウサギも始めました。はい、何、どういうこと。はい、どうもポル太郎でございます。よろしくお願いしますと。いやー、いきなりね、わけのわからん看板から始まりましたけれども、あれはね、こないだのワンワンマルシェで見つけた珍しいものばっかり売ってるお店やったんですが、こちらシンさんというねお店なんですが、ここでは変わったジャーキーばっかり売ってると。店の前に試食が並んでたんですが、シカホシ、クジラ、カンガルーバーグ、クロコダイルテール、ラクダ、フリーズドライ豚ハツ、そして最後はラパンウサギ、その中から何個か買ってきたということなんですが、まあね、やっぱりチャレンジ系 YouTuber の僕からしたら食べへんわけにはいかんやろういうことで、今日はその中から何個か買ってきたやつを食べたいということなので、じゃあママさん、買ってきたやつ出してくれる？さあ、じゃあまず最初は何でしょうか。これはクジラ肉欲しい。わ、クジラね。まあクジラはね、兄貴も食べたことある言うてたから、そんな変わった味せえへんのちゃうか思ってるんです。兄貴は好き嫌い多いからね。それでも食べれるっちゅうことで、まあ匂いからいこうか。なるほど、クジラっぽい匂いするわ。知らんけど。ほんで大事なのは見た目やからね。あ、なるほど、見た目はそんなに変じゃないね。見たところ普通の鹿肉とかのジャーキーと変わらん感じがするけども、じゃあちょっといただいてみようか。どんな味かな。あ、いい感じやん、美味しいわ。兄貴が食べたことあるっていうだけあるわ。あんだけ好き嫌いの多い兄貴が食べれるんやから、まずいわけないもんね。めちゃくちゃ美味しいわこれ。ほんでこういうのをね、やっぱり僕も食べ慣れてきたからね、奥歯でヤニヤニしながら食べれるようになってきたわ。美味しい美味しい、すごいいいわこれは。クジラっていうのはね、どんな感じなんか、まあ実物見たことないけれども、この味から想像するに僕よりまあちょっとちっちゃいぐらいかな。よっしゃ、ほな次行こうか。続いては何でしょうか。これは何かな。ラクダの干し肉。あー、ラクダな、コブがあるやつや。兄貴が見てたアニメに出とったわ。超カルガモ舞台に入っとった。これは見たことあるからな。匂いも美味しそうな匂いすんな。ほら、見た目もいい感じのジャーキーって感じするやんか。これは期待できる。あー、これええ匂いするわ。ちょっと自分の体にもこの匂いつけとこうか。いつまでも楽しめるように。よっこら、ちょっとズリズリしてな。ほんで味もいい感じやんか。めっちゃ美味しい。なんか砂漠っていう感じするもんね。まあ知らんけども、それにしてもこういう時は美味しいっていうリアクションは間違ってんのちゃうやろか。もしかしたらうわーまずいとか、そういうのが正解なんちゃうかな。なんか不安になってきたな。まあでも素直なリアクションが売りの僕やからね、しゃあないしゃあない。お、ほんなら今度は何やろうか。ワニタン。え、ちょっと待って、ワニ、ワニを食べる側の立場になったらもう地上最強っていうことやで、これは。え、ちょっとどんな匂いすんの。あー、すごい、クロコダイルっぽい匂いするわ。すんごいわこれは。ほんなら出してみて。あら、ちょっと待って、真空パックされてるやんか。全然匂いせえへんわ。いや、それさっき言うといて。めっちゃ適当なこと言うてもうてんか。ここで初めて匂いすんねんな。うーわ、すごい、これは完全にクロコダイルって感じ、匂いするわ。さっきのも絶対カットしといてや。ところで大事なのは見た目と味やけど、うーわ、今まで見たやつとは全然違う。すんごいテカテカしてるやん。油がすごいね、べちゃべちゃやんか油で。こんなん食べれる？食べる順番を確実に間違えたんちゃうやろか。まずくはないけれども、3番目にこの脂っこいのはなかなかきついな。最初に食べるべきやったと思うな、これは完全に。また腹ペコの時に食べるわな。ちょっと今日は無理やわ。みんなもね、これ通販で買えるみたいやから、ネットで検索してみてね。いろんな種類のいろんな部位があるから、まあ楽しめると思うわ。これはちょっと今日は無理やけどね。まあ
マさん、ラクダ余ってたやろ。ラクダ出してんか。それやったら食べれそうやわ。よろしく。あ、最後まで見てくれた？ほんで、いいねボタンも押してくれて、チャンネル登録もしてくれんの？それはめちゃくちゃ嬉しいや。みんなどうもありがとう。ほな、またねー。